現在何かと批判の声も多いジャイアンツの原辰徳監督。批判される背景には不可解な采配や選手への攻撃など様々な原監督の言動がありますが、今回テーマとして挙げるのは原監督の独裁者っぷり。2019年に再登板で巨人の監督に復帰した原監督ですが、2019年から2023年の間に多くのジャイアンツのメンバーを追い出しているのです。今回は原監督がジャイアンツから追い出した選手やコーチを優勝から遠ざかっているチーム状況を踏まえつつご紹介いたします。廣岡大志。まず最初にご紹介するのは強打の内野手として長年期待されていた廣岡大志選手。2015年ドラフト2位で東京ヤクルトスワローズに入団した廣岡選手は、俊足とパンチ力と本職の遊撃に加え、一二塁も守れるというユーティリティ要素から着実に出場試合数を伸ばし、ヤクルト時代の2019年には91試合に出場、打率2割0分3厘ながらも10本塁打をマークするなど、大気の片鱗を覗かせると、2021年に巨人田口和人投手とのトレードで巨人入り、その後じわりじわりとその存在感を表し、昨季は開幕前に負傷した絶対的な正遊撃手である坂本勇人選手の代役として開幕戦先発出場を果たすなど、そのポテンシャルの高さを評価されていました。2023年はイースタンでは20試合に出場し、61打数22安打で打率3割6分1厘、4本塁打、7打点と打撃好調。その後、一軍昇格を果たした際には、いきなり本塁打を放って存在感を示すこととなりましたが、それ以降が続かず、野手陣の層の厚さから、巨人では出場機会が減っていた状況でした。そうした状況もあり、5月17日に、オリックスの鈴木康平投手との交換トレードが発表されます。両チームのウィークポイントを補う形でのトレードであることから、早くもその成立を評価する声が出ていますが、そうした中、絶対に巨人で埋もれてるよりもオリックスの方がいい。廣岡くんの電撃トレードびっくりしたけど、オリユに似合いすぎて、これはバファローズ生え抜き野手、廣岡大志。2年前の電撃トレードの時は本当に驚いたけど、今度の新天地オリックスで頑張れなどと、オリックスに加入した廣岡選手については、生え抜き選手ではないものの、その放出を惜しむ声や新天地での活躍を期待する言葉がネット上の野球ファンから上がっているようです。このトレードについて野球解説者の里崎智也氏は、5月19日に放送されたバズパリーグに出演した際に、右の長距離砲がいない中でこの廣岡獲得はかなり今のチームのマイナスをプラスに変えるいいトレードと、オリックスに不足している右の長距離砲という意味で廣岡がドンピシャの存在であると指摘。そうした上でトレード相手の鈴木も含め、自分のチャンスを増やすためにもお互いのトレードっていうのは間違いなく素晴らしいトレード、最後は本人次第だが働く場所は必ずあると、お互いの力を発揮する場を得るチャンスであるとコメントしています。そして移籍後の廣岡選手はというと、5月の西武戦から1軍に昇格。5月28日は西武の平良海馬投手から移籍後初本塁打をマークするなど存在感を見せ、交流戦でもスタメンに名を連ねることが多くなり、攻守に躍動しています。メルセデス。次に紹介するのは、東京オリンピックのドミニカ代表にも選ばれた実力のあるメルセデス投手。メルセデス投手は2017年1月巨人と育成契約を結んで来日。2年目の2018年7月8日に支配下契約を勝ち取り、ヤクルト戦で5回無失点の好投で初登板初勝利という鮮烈なデビューを飾りました。その後、2019年には開幕ローテ入りを果たし、8勝を挙げて5年ぶりリーグ優勝に貢献。
2022年も開幕ローテ入りし、6月4日のロッテ戦で早くも5勝目を挙げる好スタートも、それ以降は試合中盤で崩れる登板が続くなど、11試合連続で勝ち星を逃してシーズンを終えていました。実績十分とも言えるメルセデス投手ですが、2022年8月の中日戦では4回3分の1を3失点で10安打を浴びる不安定な投球を見せ、原監督から、ちょっと打たれすぎだね。やっぱりなかなか攻撃にもリズムが出てこないね。と苦言を呈されていました。そのような不安定さもあることから、この年のオフ、メルセデス投手は自由契約となりました。結果的に不安定な投球が続き、巨人を退団することになったメルセデス投手ですが、その後ロッテへ入団。放出した巨人では、当初からメルセデス投手放出に関して、もったいないという声も上がっていたそうで、5勝7敗と負けが先行したが、勝利投手の権利を得る直前でマウンドを降りることも多く、もう少し粘り強く投げられれば、貯金を作れたとも言われています。原監督の信頼を失ったことも響いた。ただ、ローテーションを外れることなく、試合を作れる貴重な左腕ということで、放出の判断はどうだったのかは難しいところです。といった関係者の声もあったようです。また、メルセデス投手の放出には、指揮官原監督の判断も影響したと言われています。7月20日のヤクルト戦では、消極的な走塁を見せたメルセデス投手に、ベンチで怒りを爆発させたこともあり、メルセデス投手に対する苦言はたびたびあり、そういったことも退団の理由の一つなのかもしれません。前述にあるように、試合を作る能力はあったメルセデス投手は、ロッテ移籍後は8試合に登板し7回先発。1勝3敗、防御率 2.30 と、まずまずの成績で試合を作る投球を披露しています。一方の2023年前半戦の巨人はというと、菅野智之投手らの故障などもあり、先発、リリーフともに崩壊状態。ファンからは、メルセデス出す余裕なんかどこにあったんだ。メルセデスを呼び戻せなどと批判の声が上がることになっているようです。最低限の仕事をこなすメルセデス投手がいたら、巨人はまた違った位置につけていたかもしれませんね。田口和人。続いて紹介するのは、現在ヤクルトの守護神として活躍している田口和人投手。田口投手は2013年ドラフト3位で広島新庄高校から巨人に入団。巨人での一軍通算成績は162試合で36勝37敗、16ホールド、2セーブ、防御率 3.49 と巨人の中で申し分のない実績を誇っている選手でした。2年目の2015年にプロ初勝利を挙げ3勝、2016年に10勝10敗、2017年は13勝4敗の好成績を残しています。2019年は主に中継ぎで55登板とフル回転し、同11月の世界野球プレミア12で侍ジャパンに選出され優勝に貢献しました。そんな田口投手でしたが、2021年3月にヤクルト廣岡選手とのトレードが発表されます。パンチ力のある右打ちの内野手を探していた巨人と、先発投手陣の層を厚くしたいヤクルトとの思惑が一致。シーズン開幕まで4週間を切ったタイミングでの成立でした。このトレードについて原監督は、双方にとっていいトレードになるというのは、双方が活躍することである。とし、田口は打倒ジャイアンツ、我々は戦う時には打倒田口というところ。廣岡くんは持っている力を十二分にジャイアンツで発揮してもらうというところですね。と話し、続けて、もちろん変な選手だから出したわけじゃないしね。お互いにとってプラスになることを、ということですよ。僕は大きな期待を廣岡にしている。と、前向きなトレードであることを強調していましたが、ファンからは、田口を出してまで必要な選手か？先発もリリーフもできる田口は必要でしょう。などと批判的な声が多く上がりました。
一方、移籍後の田口投手は、ヤクルトで駒不足の先発で期待されましたが、なかなか白星がつかず、左腕のリリーバーが不足していたため、シーズン途中に救援に配置転換。巨人でも救援で稼働していた時期がありましたが、現役時代に球界を代表する守護神として、日米通算313セーブをマークした高津監督は、安定した制球力と精神力の強さを兼ね備えた田口投手にリリーバーとしての資質を見出し、リリーフ転向を決断しています。すると、田口投手は2022年に45試合すべてリリーフで登板し、1勝1敗18ホールド2セーブ、防御率 1.25 と抜群の安定感でチームの連覇に貢献。一方の巨人は中継ぎ投手の力不足に悩み、まさかの B クラスで優勝からは遠ざかってしまったのです。2023年には抑えを務めていたマクガフ投手の退団に伴い、守護神として活躍しています。伊能昌一。4人目にご紹介するのは、ベイスターズから FA で巨人にやってきた伊能昌一投手。伊能投手は2012年ドラフト3位でベイスターズに入団すると、2014年には11勝を挙げ、2016年には開幕投手も務めました。ベイスターズのローテーション投手として活躍していた伊能投手は、2020年に FA で巨人に入団します。移籍後もローテーションの一角を担う働きを期待されましたが、春先からまさかの絶不調で2軍での調整を命じられます。その2軍でも思うような投球ができず、ある2軍の試合で先発として登板し4失点を喫して降板した際には当時の2軍監督だった阿部慎之助監督に、先発が全てをぶっ壊したと酷評されています。そして2022年6月に1軍のマウンドに戻ってきた伊能投手は5回途中から2番手で登板したものの、たった4球で降板。1人の打者に対してストレートの四球を与えており、ストライクを1球も入れることができず、3球目には大きく暴投して走者の進塁も許してしまう始末。結果、この4球で原監督に交代させられる形となったのです。この試合で解説者を務めていた元中日ドラゴンズの谷繁元信氏は、野球人生が終わりに近づくような4球だったと厳しいコメント。流れを変えるとか抑えるとか、捕手のリードに応えるとか、以前の状態だった投球を見て原監督が、これはもう無理だと判断したのだろうと言われています。あっという間の降板に、もう使われることがなくなるんじゃないかと心配の声が上がり、実際原監督はその日の試合以降、伊能投手については全く触れなくなったそうです。信頼が失われつつある伊能投手ですが、そもそも伊能投手は先発投手であり中継ぎには慣れておらず、不慣れな中継ぎで使わなければよかったのではという原監督の采配を批判するコメントも上がっていましたが、結果的に FA で入団した伊能投手は、巨人での2年間で計12試合に登板し、1勝1敗、防御率 8.10 と振るわず戦力外通告を受けることになりました。石井拓郎。最後に紹介するのは、原監督との確執も噂された石井拓郎コーチ。石井コーチは広島で丸義弘選手、鈴木誠也選手、菊池涼介選手、ヤクルトで本塁打王村上宗隆選手などを育てた名指導者として知られています。そんな石井コーチは2020年に巨人野手総合コーチとして招聘され、巨人軍の一員に。中島博之選手や丸義弘選手の復調に尽力するなど、一定の成果を上げていた石井コーチでしたが、2021年には10月になって突然3軍コーチに配置転換されました。くしくも同日から巨人は2つの引き分けを挟み10連敗となり、石井コーチの存在の大きさを伺わせてました。そのシーズン終了後、石井コーチは退団。その理由がこの3軍への降格人事ではないのか
原監督と揉めたのではないかと様々な憶測を呼び、巨人のチーム内でも、対談の経緯はわかりませんが、巨人のコーチ陣で原辰徳監督に異論を唱えることができたのは石井コーチぐらいでしょう。元木大輔ヘッドコーチ、後藤浩二野手チーフコーチ、宮本和友投手コーチはそういうタイプではない。10月に2軍監督から1軍作戦コーチに配置転換された阿部慎之助コーチもなかなか言えないのではないでしょうか。物言えるコーチがいないとチームが負のスパイラルに入った時になかなか抜け出せない。と、原監督の独裁ぶりが加速することを懸念する声が上がったようです。実際、揉め事はなかったようですが、意見をぶつけることが多かった石井コーチは、原監督から疎まれていたのかもしれません。対談後、石井コーチは古巣横浜のコーチとなり、巨人軍の前に立ちはだかり、13勝11敗という対戦成績で2個の勝ち越しを巨人相手に決めています。2023年も好調なベイスターズ、その裏には石井コーチの活躍もあるように感じます。現時点ではベイスターズに勝ち越している巨人ですが、シーズンが終わる頃にはどのような成績になっているでしょうか。いかがでしたか？今回は原監督がチームから追い出したと噂される選手、コーチを5名ご紹介いたしました。放出する理由は様々ですが、振り返ってみると巨人にとってダメージとなったトレードや放出が多いように感じますね。皆様が考える原監督から冷遇された選手は誰ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。